ははいこんにちはジミです今回のテーマはですね、歴史上の偉人が次の偉人を生み出す必然、関係図に自分を加えようというテーマですね、まあ。いろんな歴史上の人物がいますけども、えー、そういった歴史上の人物の関係図にですね、自分を加えてみましょうという趣旨になります。偉人、成功者と呼ばれる人は、過去からよく学んで影響を大いに受けているというふうに言えます。だからこそ困難な局面でも強い自分を維持することができたというふうに考えられますね。 どんな天才であってもです、ね、過去から学ぶことなく新しいい発見や強い主張を展開でできるわけではありません主張している内容は他者が残していた考え方をですね自分なりに解釈してそれをもとに展開しているということが分かります。私たちが自分の人生を力強く生きるために必要なことの一つはですね過去から学んで自分の思考形成に生かすことですね。 特に現代のような変化が激しくて正解もない時代においては必須であるというふうに言っても過言ではありません今回はこのように進めていきますはい、一つ目ですね淘汰の波の中で残された至極の考え方という話です、えー、様々な人が様々な考え方や理論、えー、思想もしくは技術を生み出してきました その時々では受け入れられらたとしてもとより世間にその時々であってもですよ世間に受け入れられること自体簡単なことではありませんそう考えると長い歴史を経て淘汰されてそれでも残っている考え方っていうのはより普遍的なまあ普遍的なものに近いものであるというふうに言ってよいでしょう 一人で作られたものではなくてですねおそらく多くの人との議論の中で洗練されていったものが多いと思います私たち個人がですね数十年間の人生の間に一人で考えつくようなレベルではないという風に認識するべきかと思います過去からの積み上げられた至極の考え方を学ばないではないという風に言ってよいかと思いますね次、歴史は人物でもつながっている偉人が偉人を生むという話です 歴史上の偉人を考えてみるとですね名言ですとか大切にしていた信念が多くあることに気づきます。 一方でそれらを見ているとですねその人たちもむしろそういう偉人たちこそですね過去の歴史から学んだり影響を受けたりしていることが明確に分かりますこれからですね偉人がどのように影響を与えてつながっているかを簡単に示しますもちろんですね一人一人の人間に対してすごく多くの人が複雑に影響を及ぼしているのは明らかなんですけどもここでは単純化しています まずですね、戦の心得が現代までという話ですね。中国の春秋時代に書かれたとされる孫子の兵法、これが有名かと思います。まあ戦い方の基本からその人たちの心得までですね、本質的なことが示されていて、その後の時代にも大きな影響を与えました。 日本にも伝わって武田信玄ですとか豊臣秀吉なども孫子の兵法からよく学んだというふうにされています。風鈴火山として知られる武田信玄の軍旗なんですけども、これらの元はですね、孫子の兵法にあるわけですね。どこまで進歩していたかというのはまあ諸説あるようなんですけども、日本の戦国時代にも影響を与えたことは間違いないですね。 その武田信玄ですとか豊臣秀吉の影響を受けたのが、まあ、徳川家康であったり江戸時代の大名たちというふうに続いていくわけですよね。こういった戦国時代から江戸時代に活躍した人物の考え方ですとか教えっていうのは今でもお人気を得ていて多くの人が学んでいるという事実があります。もっと言ってしまえばですね孫子の兵法自体もリーダーシップ論ですとか経営指南書として今でも読まれているこれもですね興味深いところかと思います。 本質的な人間の特徴ですとか、原理に即した内容であるから、戦にも現代の経営にも当てはまるということなのかなというふうに思いますね。はい次、2つ目、学びがあるからこその異端児という話。 一見ですね過去からの学びとは関係なさそうな人もねいますよねどうしてこんな人が生まれるんだろうなっていう天才肌の人もいます自分のですね経験と考え方に基づいて他の人とは違う発想で動く人っていうのはいつの時代もですね異端児として扱われますまあその異端児の典型であって「うつけ者」というふうに呼ばれていたのが織田信長ですよね古い風習を打ち破って身分に関係のない実力主義を取り入れたということはよく知られています しかし、これがですね、突然変異的にこのような考え方を発案したというふうには思えません。その背景にはですね、信長への教育体制が垣間見えます。まあ、そもそもですね、信長の生まれ、環境は悪くないですよね。父の信秀という人も大変教養のある人でした。教育係には有名な僧侶を招き入れて、仏教ですとか儒教に基づく手ほどきを受けていたものというふうに考えられます。 その中で教えられて出てきた発想が天下不武であるというふうにも言われているわけですね。これは諸説ありますけれどもそういった自分一人で考えてきたものではないよということですね。また興味のあった馬術ですとか鉄砲についてはですね誰よりも熱心に学んでいたようです。その道の達人の下で修練を積んだことで影響を受けたというふうに言えます。だからこそですね自信を持って実践的な行動に移せたということですね。 また、まあ、福沢諭吉もそうですよね、えー。革新的な思想で明治維新をリードした一人です。九州や伝統を理由もなくあり方があることを枠敵として批判しました。えー、儒教の教典なんかもですね、えー、意味のない身分による上下関係を助長するものだとして、えー、批判的に捉えていたようです。ただ、えー、真っ向からこういうふうに批判できた背景としてはですね、実はその批判の対象としていた儒教の教典、師書五教なんかをですね、 もうう暗記すするほど精通ししてていいいたということこが関係していますさらにですね、えー、欧米に赴きましたよね、そこで独立思想を学んで、えー、非常にそれに影響を受けたというふうに思われます。儒、えー、教などのですね、古典にも精通している、そして西洋思想も学び、考えたからこそですね、えー、自分の中にぶれない考えが形成された、形成できたというふうに言えるでしょう。一人の考えだけで学問の進めですとか文明論の概略を思いついたわけではないということです。 次3つ目、尊敬される人格者の系譜という話ですね。現代社会、まあ、近現代の社会でですね、えー、最も尊敬する経営者の代表格といえば、いろいろいらっしゃいますけども、稲森和夫さんを挙げる人が多いと思いますね。京、えー、セラ KDDI の創業者であって、JAL の再建などが最近では有名かと思います。その稲森和夫さんの考え方に、多くの経営者が学んで影響を受けているという事実があります。まあ、今回はその稲森さんを例えにしてますけども、他にもいっぱいいらっしゃいますよね。 でその稲盛さんの哲学っていうのは、えー、中村天風ですとか渋沢栄一二宮尊徳などの、えー、過去の偉人たちの考え方が非常に色濃く反映されていることに気づきます今でもですね業界職業問わず多くの人が学んでいる人物ばかりですよね、えー、こういった考え方の共通点は非常に多くあります自らの思想の根幹を支えているのは先人が残した人生訓であるということは非常に多いと思うんですね その偉人たちもまた過去の思想から学んだ人たちであって遡ればですねどんどん遡っていけば結局記録に残っている範囲ではですよ仏教ですとか儒教西洋哲学にまで行き着くわけですね偉人の考えを次の世代の人が学んで実行し成功するそしてまた新たな偉人が誕生して自分の言葉で時代背景を加えて解釈して後世に伝えていくおのずと時代の経過とともにですね普遍的なものが残っていく まあその繰り返しではないかと思うわけですね遡ってみると同じような思想を根幹に強く持った人たちでつながっているということが分かりますだからこそですね最後この4番目「歴史の関係図に自分を加える」という話につながります以上を踏まえるとですね自らも過去の歴史や思想偉人の考え方に学ぶ価値っていうのは非常に大きいことに気づくはずです迷うことが多い複雑で変化の多い世の中であればなおさらですよね 福沢諭吉も織田信長も乱世というか、まあ、変化の時代の人というふうに言ってよいと思います過去の偉人たちもそのまた過去の偉人から学んで影響を受けて考えを強化しているわけですね成功者や偉人と呼ばれる人たちっていうのは歴史上の人物関係図を書いていくと他の偉人につながっていくものなんですね昔から経営者は哲学が必要だというふうに言われていますブレない信念が経営をする上で不可欠であるからですね だからそういったものを身につけるためにも学ぶ人が非常に多いという現状があります一方で変化が激しく正解もない現代では経営者でなくても個人の哲学は必要になってくるというふうに思います自分の名前をですね歴史上の人物関係図に加えて考えてみてはいかがでしょうかつまりいろいろな学びを得てみてはいかがでしょうかということですね学ばずして対極的な見方ですとか新たな発見は得られません まあここからは打足ですけども後世に自分に続く人を想像すればですね、えー、さらにワクワクできるのではないでしょうか、えー、関係図の一例を示しておきます随分、えー、省略していますけどもこういうふうに偉人とつながることができるわけですね、えー、複数につなぎ合わせていくと、えー、これをどん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 線を増やしていくとより強固な関係図ができてくることでしょう以上ですね、えー、今回はこの辺りで失礼いたしますご視聴ありがとうございましたはいここでお知らせです人生を変えるコーチングを実施しています 自分を変えたい。自分の人生を生きたい。自分の信念、使命やりたいことを見つけたい。人生に迷っていて何を変えたらよいのか分からない。ビジネススキルも向上させたい。このような方は、えー、まずはお気軽にお問い合わせをください。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは改めて失礼いたします。